だからまだね、ヤグラかエリアですよね。何でもワンマンプレイでやろうとするとね。まあだからスプラトゥーンって4人プレイですけど、やっぱり4人いるって意味があるんですよ。だからね、よくできたゲームだと思いますよ。うるえ。あ、やっべ。だから俺スプラトゥーン3になったら俺いっそ5対5とかやってほしいよね。5対5とか6対6ぐらいまで、マリオカートが12人できるんであれば、多分スプラトゥーンも12人できると思う。やべ。あ、シンさんこんばんは。10対10とかいいよね。10対10 やりたいよね。あ、待って、ちょっとオレンジレンジじゃん。あ、撃たれたわ。はい、フィニッシュ。なんか逆転されてない？なんで？序盤良かったじゃん。どこまで読んだっけ。ホコアサリ味方依存なんですよ。そうだから、なんだろう、結構ねイライラすること多い。あ、28にアップしましたね。僕仕事納め月曜にしようかなとも思ってるんですけど、結局予約投稿をしないといけなくて、やばい。インクね。予約投稿の設定が年内に終わるかどうかっていう、そういうとこなんですよね。なんだろう、別に休みはいいじゃんって言えば全然休めるんだけど、なんで土手にさんじゃない、これ誰だ、モブプレイヤー倒しましたよ。あ、ちょ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 い。お、一人倒した。へいへい。ちょっとここの陣地作っとこうか。さあ切り込んでいくよ。いるんだろう、どっかにいるんだろう。やれた。あ、小白さん攻めてったね。オッケーオッケーオッケー。さあ、だいぶ切り込んでったけど、ちょっと待って、こっちもこっちでまあまあ攻められてるわ。いるんだろてめえ。やられたわ。くぅ。あれ仕留められないときついよね。いや、ちょっと待って、また一方的な展開になってきたな。スプラトゥーンやめようかな。高木さんそんな。あ、動きの連動とかね。ちょっと待って、もうこれ無理ゲーでしょ。これ無理ゲーっていうやつだからね。はい、フィニッシュ。やられる流れ好きね。いや、なんか分かっててもね、仕留めきれないんだよね。なんだよ、ティーグンダン頼むよ。なんでか俺一番ダメじゃんね。